はい、どうも大輝です。よろしくお願いします。チャンネル登録および高評価をよろしくお願いいたします。はい、で今回なんですけれども、目の前にあるもの、はい、わかりますね。はい、全部エナジードリンクの空き缶でございます。はい、我が家の夫婦ですね、今まで約1年ちょっとかな、1日2本エナジードリンクを飲むっていうね、生活をしてまいりました。はい、朝飲んで気合を入れて、で夜仕事が終わって帰ってきて、でまあお疲れ様みたいな感じでこうもう一本飲むという感じでエナジードリンクをね飲み続けるっていう生活をしてまいりました。まあ、やっぱりそのエナジードリンクって昔からさ、昔からというか、まあ、こういうエナジードリンクが出始めた時から、まあ、飲みすぎたら危ないよということでいろいろ聞いてたんですよね。で僕も結構ツイッターでエナジードリンク飲まないとやってらんないみたいなことをこうツイートしてることがあって、でつい最近ですね、健康診断があるので、まあちょっと1日は控えようかなっていうツイートを確かしたところ、やっぱりそのフォロワーさんの方からすごいそのやめた方がいいよとお医者さんも言ってましたよということで、なんかそのすごく根拠が強いツイートをいただきまして、本当に冗談抜きでやばいんだなと思って、でそういった中で健康診断に挑んでまいりました。約1年かな、だから約1年間そういった生活を続けてて、健康診断はね半年前にもあったんですけれども、今回もね健康診断を受けまして、こういったねエナジードリンクを飲み続けてる生活の中で受ける血液のデータはどうなのかというところでね、ちょっと健康診断の結果をね見ていきたいなと思います。いやまあ僕自身はもうその場で見たんだけど、もらった時点で、でまあ画像の方で載せていきますとこんな感じです。はい、まずは総合コメント。今回の検査の範囲では異常は見られませんでしたと、生活習慣病の早期発見と予防に今後も健康診断を年1回必ず受けましょうというところでね、まあ総合判定としては A 異常なしなんですよね。うん、でまあ身長とか体重はね、まあそこまで変わんないんだもんね。ただ BMI が半年前と比べて 0.2 上がって、ウエストが半年前と比べて約 1.1 センチ増加、 71.3 ですね今ね。うん、っていうところですかね。で問題の血液の方ですね。血液の方もまあ前回もなんだけれども、今回の判定でも血液一般、肝機能、糖代謝、血中脂質、尿と血液とかそこら辺のところではオール A を獲得していますね。うん、でも半年前と比べて肝機能の ALT、まあ、GPT、うん、が4上がってるんでね、だからその基準値の30以下っていうのにだいぶこう近づいてきちゃってるというか、まあ基準値内だからまだいいっちゃいいのかもしれないんだけれども、これを超えるとちょっと、まあ、再検査というかねしてくださいっていう形で言われるのかなっていう気がする。高すぎなかったらまあ大丈夫なのかなとは思うんだけども、うん、でもまあそんな感じでですね。うん、なんだエナジードリンク飲み続けてるのも今健康診断でオール A だから問題ねえや、じゃあ大丈夫じゃねっていうふうには思ってなくて、でやっぱりそのこういったものに依存してしまうとやっぱダメだと思うんですよね。こういったものでその健康維持じゃなくて普段の生活から健康維持に努めていかなきゃいけないと思うんで、うん、ちょっとねやっぱりその量を減らしたりだとか、あとはその、まあ、一気にやめれればいいんだけど、自分に甘いところがあるので、おいおいねエナジードリンクは飲まない生活をしていきたいなと思います。でエナジードリンクを飲む前の生活と今こうやって飲み続けてる生活の違いで、なんとなく違いが出てきたのかって思うところちょっとお話ししていくと、まず1日2本飲まないとシャキッとしないっていうのはあるかな。朝まず一発目気合い入れのために飲んで、よし頑張ろうと、で仕事終わってお風呂入った後にこれを飲まないとそこでも気分がなんかフッとしないというか、だからまあある種ビールが好きな人はお風呂上がりにビール飲んだりだとか、ご飯の時にビール飲んで、あ今日も頑張ったなってなると思うんだけど、僕の場合はビールじゃなくてエナジードリンクですっていう感じかな。であとこれはね、何の根拠もないよ、何の根拠もないんだけど、エナジードリンクを飲む前の生活と今と比べると飲まない日がまあたまにあるんですよ。飲まないというか飲めないというか、タイミング的に飲めない日とかがあると、なんとなく頭痛をしだすようになったかな。普段はねあんまり頭痛とかってないんですよね。
普段頭痛とかはないんだけれども、たまたまかもしれないよ、本当にたまたまかもしれないんだけれども、でもエナジードリンクを飲まない日が、まあ、たまにというか続いたりするとすごく頭痛をしだすようになってきたような気がする。で、あとはね、これは分からん、いや全部分かんないよ、全部分かんないよ、医者じゃないし何の根拠があるとか全く調べてないか分かんないんだけど、逆にでも飲むと疲れやすくなった気がする。いや、なんとなくそのもしかしたらね、年齢的な部分もあるかもしれないよ。仕事量っていう話でいくと、前の会社というか前の職場だと結構こうコール対応とかおむつ交換とか対抗とか初回とかいろんなこう介助が結構重介護だったんですよね。で、重介護をしてる職場で働いてた時と今の職場、今の職場そんなに極端に重介護っていうものがないんですよ。重介護っていうものがないから身体的な負担、疲れは少ないはずなんですよね。少ないはずなんだけれども、でもこれを飲み続けるっていう習慣になってから逆にちょっと疲れやすくなったかなっていうふうに思うな、なんとなくね。まあさっきも言ったけど年齢のせいかもしれん、それか前は重介護をしてて体力があったけれども、今のところじゃそんな重介護しないから体力が落ちたという可能性もあるんだけれども、なんか疲れやすくなった気がするよね。体に起きてる実感というか異変というか、異変というかそういうものをこう考えていった時に今言ってったものが挙げられるかな。うん、だからやっぱりね、こういったものに頼らないで健康維持、僕自身は75歳死にたいっていうふうに思ってるんで、でもおそらくこういうエナジードリンクを飲み続ける生活をしていると75歳の前に死んじゃうと思うんで、僕としてもそれはねちょっと悔しさが残るんで、エナジードリンクを減らしていく生活をしていきたいなと思っております。うん、飲みすぎは注意なんでやっぱり、うん、なのでね、皆さんももし、エナジードリンクを飲み続けて日々を乗り越えていらっしゃるのであれば、まあ、ちょっとずつねこういった暴飲はねやめていった方がいいんじゃないかなと思っております。値段も高いしね、うん、1日2本なんで1本200円で1日2本なんで400円でしょ。400かける1ヶ月の30したら、月々のエナジードリンク代で1万2000円かかってるんで、まあそれはお財布のお金もなくなってくるよねっていう話で、でそれが1年続いたらまあ単純に14万ちょいかかってるんで、あ、まあやめていこうっていう感じですね。はい、いろんなものそうなんだけれども、食べ過ぎたり飲み過ぎたりね過剰にやっちゃうとやっぱ体に悪いものなので気をつけていきたいですねっていうところでね、はい、やめていきます。